かし1着が6秒77でよしきは何秒ぐらいでしょう。いい顔すんなお前。はい、1位。7秒42。刻んでいこうぜ、乳首かいいの。よいしょ。タマカンコラボということで、タマカンコラボね。今日何の動画かと言います、前回の僕の 50m 走があまりにもひどかった。7秒4。ちょっとこれじゃ終われないなと思って、もうワンリベンジ。でもなんかちょっとフリーの部で正式のタイムが測れるということで、もう一本トライしてみよう。トライすると頑張れ。めちゃかわいい、ちびっ子たちもめちゃくちゃ元気で何本も走ってる。行列に僕も並んで、ディズニーランドね、ディズニー並みに並んでるから。とりあえず並んで 50m 走ってくるんで見ててください。オーケーオーケー。タマカンド見てて。分かった、皆さんお願いします。はい、行ってらっしゃい。手動プラス1秒はちょっとひどいっすね。ダッシュで行こうぜ。ごめん、返上の様式1本目。どうすか、日本選手権決勝レベル。ちょっと待って、この裏にタイム書いてあるんだけど見たいんだけど。気になるタイム、いきます。いや確かに昨日結構飲んだよ。飲んだな。飲んだけど、いやそんなにね影響はないはず。ないな、使い酔いとかじゃないし。マジ夢の中で走ってんの。走ってる感覚はどうなの。悪くないんだ、いつも通り。俺さ、二人のアドバイスもらってさ、うん、変わる、遅くなったんだよ。変わるか。最高じゃん。いいですね。10年記念なんですか。そう、アニバーサリー。スウェードベースしてチートスパイク1個入って行こう。わかりました。マジか。ダッシュで行こうぜ。早速今からね、様式改造していきたいんですけれども、まずスパイク履くので 0.2 秒か1秒ぐらいだとして、次はそうだな、スタートがさ、スタンディングだったじゃん。3点だった。あの結構アイアンマンが、うん、あもう行こう行こう、おーおー、アイアンマンにやれたと。でそこはあの冷静に行こう。次冷静に行って3点スタート。3点スタートさ、できてるか。ハムに緊張が入り、電撃走り。ああどうだどうだ、行き過ぎだよ。もうちょっとだけ前足引いて、スタートと前足同じとこなってる。こうじゃなくて、もうちょっと前に行って。うんうんうん。ああ、いいバランスよくなった。はい、あ、そうですよ。あ、なんか来たよ。来た、はいはいはい、いいじゃん、これいいじゃん。沖縄でもさ、教わったんだからさ、年一で教わってる。スパイク、3点スタート。焦らない。まあ、タイミングですかね。お、リバウンドジャンプを体に締め付かれせるだけなんで、意識とかマジいらない。最初、手つかずにこうするんですよ。ボンボン、ちょっと脱力。ボンボン。こっから次、普通、あのリバウンドジャンプ、手つかうじゃないですか。バーンとした状態から、手をつけたら、手の効果みたいな。はいはいはい、手をつけることによって、うん、高く言う多分より飛べるんですよ。その感覚は多分体に入るんですよ、うん、なるほど。だから腕振りのタイミングが、うん、脱力してるから勝手にタイミングも合うし、うん、やってみな、リバウンドジャンプ。リバウンドジャンプからの手のありがたみを感じると。そうです。膝使わない。いいよ、はい、で次。あ、そうです。おお、はい、タイミング、これタイミングね。分かった、じゃあリバウンドジャンプ10回してから、あの流していってごらん。せーの、1、2、3。いいよ。タイミング合わせて。力まない、その時も力まない。リラックス。体の鳴らしゃい。おお、いいっすね。うん、じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。いやこれマジで7秒3気になったら即終了。あと走っててこう顎じててるから、はい、引いてちょっとこう横の力強くしようとして、こう力んでるね。そう、力んでるからリラックス、顎を引く、リラックス。あー多分歯食いしばってるっす、うんうん、なるほど。食いしばっとったらえーってなって、うんうん、ここ出ちゃってここが硬くなって肩上がってこんなになるんで、はい、もうなんなら反発でガクンガクンガクンってなる感じで。なるほど。あーめっちゃ分かりやすい。じゃあやってみて。口あーの状態っす。もう一回リバウンドジャンプ10回。1、2、9、10。はい、リラックスして。お、よしよしよし、一番いい。ノイノイしてる。じゃあね。
リバウンドジャンプあくまでも意識で意識づけて今やってるから気にしなくていい。ただリラックスしていくことだけを。もうこれ以上教えてもお前には入んないから。まあリラックスっていう言葉が多分この動画の一番大事なところだと思うんですけど。なるほどね、うん、そのリラックスの一つの方法を今ハマカン君に噛み砕いて教わってリラックスできそうな走りができそうなので、うん、お前ら色本当にオセロじゃぞ。オセロオセロオセロ白と黒だよ。真っ白と真っ黒これまあ週5で外で練習してる旗っす。あーなるほどね。週2バシッと決めてきて。そうですね、俺の MDX 貸してあげるから。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ダッシュで行こうぜ。リラックスで。リラックスで頼むぞ。いきます。最後です。ポイントは力まない、リラックス。けいいぞ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 。どうや、どうですか感覚的には。いや、いったでしょリラックスはめっちゃ良かったっす。今日一の走りですね。いきます。7秒26。すごい。多分ですけど、7秒4とか7秒5でやべえって言ってたんですけど、別にやばくなくて、多分本当の実力が僕そんぐらいなんです。での7秒2だと思うんです。なるほどね。上げてきたと。0.3 秒アップは強い。すごいね。こんだけ変わるってことよ。リラックスと力むっていうこと。ってことだな。まあでもちょっと面白い客観にはなったんじゃない。そうね。なんか今までいろんなこう速くなるための方法でいろいろ試してきたんですけど、今回浜川くんが一番こう強く言ってたリラックスっていう部分に関しては、このなんか動画としてはなんか初の気がしてるというか。甘いですか。グイグイグイってこう押していくとか、まあしっかりこう腹筋に力入れるとか、そういうアドバイスとかはたくさんあったんですけど、シンプルにリラックスする方法で速くなるっていうのは初なので。じゃあロング寄りっぽいですもんね。ああそうね。うん、もうぜひみんなもね、ちょっと力んでちょっときついなっていう人はぜひこれを試してみてください。本当ありがとうございます。神動画です。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あこっちだ。